して。はじめまして。はじめまして。そうだね、はじめましてね。ごめんね、急にドライブで。いえいえ、嬉しいです。すごく。ちょっと俺行きたいとこあるからさ。はい。一緒に行こう。はい、お願いします。行きます。シートベルトつけれる？シートベルトつけ方がわかんない。あ、行くやろ、すいません。あ、ちょっとあんまり、ちょっとあんまり、大丈夫、何してんの、おっぱいや、ちょっと、まあ、おっぱい触りそうな、やめてください。じゃあ行こうか。駐車場内の事故が多発しています。あの人目そらしました。駐車場内ではゆっくり慎重にお願いいたします。あれだよね、ちかちゃんの友達だよね。ちかちゃん、うん、あ、はい、ちかちゃんの友達、友達です。はい、ちかちゃんとすごく仲良くさせてもらってる。あ、そうなんだ、はい、あれ学校一緒だっけ。あ、学校も一緒です。学生だ。お名前ちさちゃんでいいんだっけ。あ、ちさです。はい、ちさちゃん紹介遅れました。のきスプラッシュって、まあのきって呼んでもらえれば、はい、のき、うん、のきスプラッシュ、のきのきで YouTube やってて。そう、あ、そうなんですか。昔ちょっと芸人とかかじってたりしてて。あ、そうなんですか。そう、 NC 入ってたりして。え、芸人をかじってたんですか。あ、まあその歴的にね。そう、リアルじゃないよ。YouTube で今、はい、まあ10万人ぐらいかな。うん、まだまだ、めちゃめちゃいますね。いや、まだまだ全然。めっちゃ質問するタイプ。自分語りエグいの。俺らの動画見て笑ってくれる人とかも結構いるからさ、そういう人のためにみたいな。ああ、そうなんですか、うん。人のためにやってるんですね。まあそうだね。なんか俺らの動画見て影響を与えられたらいいなと思って。考えてないくせに。なんか今まで影響を与えられたなみたいなエピソードってありますか。その質問お台場行こうか。お台場行くんですか、うん、海好きなんだよね俺。嫌い。いや大好きです私。おいじゃん、はい、一緒だね。一緒ね、はい。見つけた。俺景色好きで。景色、うん、景色全体全般。ちさちゃんってでもめっちゃモテるでしょ。いや、そんなことないですよ。サークルとか入ってんの。サークルは入ってます、いっぱい。何さ。テニサー3つ持ってる。入ってます。今まで彼氏どんぐらいいたん。彼氏はあんまり数えたことないですね。結構、何言われたら。そうですね、推しに弱いかもしれないですね、はい。じゃあ俺も行っちゃおうかな。なんてね。あー、冗談。お酒飲める。お酒、飲めます。はい、マジで。はい、俺も酒弱いけど好きなんだよね。あ、弱いんですか。あ、別になんかそこめっちゃホロ酔いで一貫とかじゃないよ、もちろん。うん、そういうんじゃないけど。ちょっとでも弱さがね、全部ですか。結構料理もできるんじゃないですか。いや、もう今やんないね。やってくれる人と付き合いたい。あ、女の人にやってほしい。そう、料理やってほしい。あ、僕だから。うん。どういうの作ってほしいですか。なんでもいいけどな、作ってくれたら。あ、でもまあオムライスとか食べたいかもな。あ、オムライス私得意ですよ。マジで。はい、え、今度作ってよ。あ、いいですよ。本当に。すごく得意です私。オムライス。ちさちゃん家行っていい。い、家ですか。え、私実家なんですよ。あ、実家か。はい、じゃあ俺ん家で作ってよ。ありがとう。今の息で。どの辺に住まれてるんでしたっけ。あ、中野に住んでる。あ、中野なんだ。へえ。都心近くて結構便利なんだよ。あ、そうなんですね。あ、ちさちゃんどこ住んでる。私沖縄に住んでます。遠いな。行けるか。飛行機で今日来てくれたの。あ、まあ、今日はたまたまちょっと。今日たまたま、はい、あ、はい、東京来ててみたいな。東京に来てて。へえ。友達みたいな。まあそんな感じです。はい。へえ。男。まあ男の人もいます。はい。え、セフレいんの。いないです、いないです。そういうのじゃないです。かずかい。え、誰、彼氏。あ、全然彼氏とかでもなくて。付き合ってはないんだ。はい。全然困ったら俺ん家でもいいから。あ、言ってくれれば。はい、ありがとうございます。え、間取りはちなみに。どんな間取りが気になるの。お前で喋ってちゃうの。しょってんのかな。車であんまドル、お台場来ることあんまないからさ。あ、あんまり来ないんですか。え、基本電車とかさ。あ、電車で移動が多いですね。最近ね、YouTube のその企画で、はい、タイムズ登録して、これカーシェアね。あ、カーシェア、はい。だから、まあ、車出し放題みたいな。車出し放題なんですか。うん、か最近運転ハマってるというか。へえ。事故ったこととかあります。あ、ない。俺ゴールドなんでね。あ、すごいですね。日本とか食らったことない。かっこいいですね。うん、よく言われる。嘘をつくんじゃねえ。
久保さん趣味とかあんの？私は趣味は、うん、手芸とか。手芸、へえ。ジム行ったりとか、うん、あとタヌキを狩ります。タヌキを狩る？はい、タヌキ狩るときすごくいいんですよ。なんで？すごくいい声出すんですよ、狩るとき。いい声、どんな声出すの？キーっていう。キーって、はい、声がすごく好きで。へえ、はい、聞くとどうなんの？聞くと興奮して高ぶります。、はい、マジで？はい。じゃあ今度タヌキ狩り行こうよ。行きましょう。あ、ちょっと。かっこいい。ユーモアで、ユーモアでどうにか。なかったことにした。なかったことにした。これも飛び放題。めちゃめちゃ空いてますね、これ。うん、ね、横に止めちゃいます。なんでだよ。いい感じにしてあげた方がいいよ。これ車最後ひっくり返しますか？そんなするわけないよ。かっこいいし、あ、来た、これや。大丈夫？あ、大丈夫です。着きました。何のためにやるんだ。え、見て、屋形船ある。え、すごいね。あ、本当だ。あれ、いつか乗りたいね。乗りたいですね。農業船とか乗ったことある？ないんですよ。じゃあ今度夏乗ろうよ。え、行きたい。めっちゃ好きなんだよね、この潮の感じとかさ。普通に俺、多分5年前とかあったらあそこはしゃいでる。うん。え、もう入ったりしちゃうんですか？足だけとかね。いいの？入る、全然入る。え、いいですよ。行く？え、行こうよ。これ見て。え、すごい。あー、ふい、ふい、ふい。食べよ。お、すごい、赤。かわいい。めっちゃ長いじゃん。全部やんのそれ。もうこれ最初からかけるのかな。多分一回あれじゃない、食べる、走ってそこにかけるね。全部英語なんだけど、英語読める？読めない。読んで。Ingredient: water, tomato paste, vinegar, salt, ground paprika, chili powder, egg sound、 なんだ。カラメルソープ。カラメルソープ。いただきます。すごい虫来た。やばい、ちょっとエロい。ちょっとやべ、な食の悪い、食の悪いこと言うな。海綺麗だったね。ごめん、飲んでる時に。綺麗でしたね。ね、ブリトン美味しかったね。ブリトン美味しかったですね。あ、いいよ、やるよ。あ、縛られるの好きなの？そんな力
まずいな、あれで。帰る前に、あの、はい、タコベル買ってる時にさ、はい、今日来てくれた、あの、感謝の証に、お土産あるから。え？うん。でてーん！何ですか、それ。カプセル、開けていいよ。何入れた？え？フローライト。これはなんか、天然石。何の石ですか、これは。集中力を引き出す。失礼じゃないか。集中力を引き出す石だね。俺が持っとけ。家まで送んなくていい？あの、大丈夫です。駅までで。あ、本当に？はい。全然家まで送ってってもいい？あ、大丈夫です。大丈夫？はい。周りとか家のそばまで送っていくけどいい？うん、大丈夫ですよ。大丈夫や、言ってるやん。一回も一回も言うな。冬だから暗くなるの早いね。早いですね。ね。夏は遅いですもんね。ね。なんでなんだろう。なんでなんですかね。ね。太陽の関係？太陽の関係ですね、多分。下がって大丈夫？イルミネーションも行こうよ。イルミネーションも行きたいですね。うん。ね、好きでしょ？はい、あ、大好きです、私、うん。はい。クリスマスとか？クリスマスはちょっと友達と。失笑されてる。クリスマス友達とあのクリスマスパーティーするんですよ。いいの？はい。その前とか？その前、前も。イブ、イブってことですか？まあ、そうだね。イブも友達とちょっと予定があって。イブの前は？イブの前だとちょっと友達と予定入ってて。あ、そうなの？そうなんですよ。あと、まあ、夜バイトだったりとかで。あ、バイトとかは？バイ車出すからさ。あ、はい。夜中にドライブとかしよう。あ、バイトも結構そのあれなんですよ、結構朝までとか仕事なんで。ああ、じゃあ全然バイト終わりに車出して、はい、家まで送っとくよ。ああ、本当ですか。うん、でも結構それは申し訳ないんで。あ、いいいい、全然会いたいからさ。靴が上っぽかったな。ストリックやね。あんま初対面でさ、はい、言うのすごいあれなんだけどさ、はい、でも結構ちさちゃんのこと好きかも。カモが出ました。カモが飛んでおります。だからもしまあ、はい、ちさちゃんがよかったらさ、はい、付き合いたいなと思ってる。ええ、本当にですか。うん。ムキさんって、うん、好きなお菓子って何ですか。これじゃがりこだね。じゃがりこ私も好き。あ、本当に。はい、一緒じゃん。一緒だ。え、何味が好きですか。サラダ。サラダ、あ、やっぱり一番サラダ美味しいですよね。うん、美味しい。なんかさっきからそういう話でさ、はい、共通点とかもいっぱいあるからさ。それだ、確かに。いろいろ趣味も合うし。そうですね、はい。のきさんって、うん、兄弟いますか。いるよ。お兄ちゃん、兄貴。お兄ちゃんいるんですか。うん、2歳差。たまに今も会うけど、うん、もう結婚もしてね。へえ。同じ明治大学なんだけど、はい、もう顔も良くて、銀行マン入ってやってさ。あ、もうすごいエリート。だから今度、うん、なんか、これから家族ぐるみの人付き合う。時間が欲しかったら全然、あの、次会う時でもいいんだけど。ああ、まあ、もし言いたくなかったら、LINE とか電話でもいいし。全然言います、うん、今。あ、うん。はい。すいません。何が足りないとかある？いや、足りないっていうか、なんか、うん、なんか違うなって。うん。なんか、ところどころ節々で。節々でなんか違う。会ってはくれる。あ、あのタイミングが合えばぜひ。はい。はい。いつか。はい。こういうタワマン住みたいなと思ってるからさ。好きな人に。なんかこうなるのは久しぶりというか。あ、そうなんですか。結構。じゃあその前結構長く付き合ってる人がいたんですか。うん。あ、そうなんですか。うん、どれぐらい付き合ってたんですか。1ヶ月とか。情けない。一番長いのはどれぐらいなんですか。1ヶ月半。情けないとこだよ。なんでですかね、優しいのに。うん、そう、よく言われるんだけどね、それは。
なんかさ、はい、合コンとか行ってもさ、はい、もう MC 側に回っちゃうというかさ。司会回すんですか。回す回す。どういう感じで盛り上げるんですか。いやもう普通に声出すだけ。恐竜感。なんか辛いこととかあったらさ、全然相談して何でも。あ、はい。結構相談とか乗るタイプなんですか。乗る。全然聞くよ。本当ですか。うん。おじさんの味方だし。友達が結構悩んでて。あ、そう。はい。浮気されてて、友達が彼氏にめっちゃ今浮気されてて、でも別れたくないみたいになってて、貢いだりもしてるらしくて、うん、どうしたらいいですかね。いやー、別れた方がいいよね。いらんあ、これですね。あ、食べ過ぎちゃった。でも多分ここからもいけるんじゃないですか。ありがとうございます。あ、まだ危ないから外さないで。あ、すいません、うん、はい、大丈夫ですか、ここまでで。はい、いいよ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いい、ありがとうございました。いいよ、俺ドア切るから。ありがとうございました。ありがとうございました。ドア切るよ。ありがとうございました。ありがとうございました。業者さんみたいな。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。まだまだ、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、通知の設定、メンバーシップの登録、すべてをやらないと、みこしが来ますよ。ええやん。